大なる創造主の名を冠してこう呼ばれている。マナナンマクリルの羅針盤と。時は大航海時代、海洋の覇権を握る大国の港町に住む一人の青年。没落貴族として生きる彼は、海の彼方にあるという船乗りの楽園を目指し、誰も進んだことのない航路に向けて舳先を向ける。大国の首輝を断ち、自由に人間として生きるために、林有民が一人で演じきる海洋冒険大作、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。